どうも、こんにちは。今日はありがとうございます。取材ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくね、はい、いつもありがとう。気を切っても長いです。今日はあの取材ということで、あ、そうです。うん、よろしくお願いします。ありがとうね。うん、今日のなんかちょっと早速なんですけど、スケジュールというか、うん、今日はあの街頭演説に行こうかなと。そうなんですか。これも立派な仕事だから。いや、そうですね。うん、そうそう。で、今日はあの私のクラウンでね。うわ、クラウン。すごい。うん。買っちゃうよね。これ自家用車ですか。自家用車、自家用車。もうあの給料がいいから買っちゃうよね。言わない方がいいですね、庶民の前で。君の税金もだからこの辺に使われてる可能性もあるよね。ガハハハガハハ。税金の塊だからこれ。、うん、税金の塊に乗ってもらっていい？じゃあ、うわ、うん、はい、税金の塊に乗っちゃって、うん、失礼かもしれないですけど、いくらぐらいなんですかこれ。まあ本当うん百万って感じかな。うん百万って感じで、うん百万って感じの、うーん、まあそれぐらいのお金だから。まあだって車内とかすごい綺麗でしょ。そうですね、すごい高級感漂って。普段はあのお抱え運転手とか秘書が運転してるんだけど。そうですね、俺なんかそういう印象だったんですけど、うん、今日飛んじゃってね。今日飛んじゃったの。あ、うーん、そうです。結構長いこと勤められてたんですか。5日目だね。エンジン始動。すごいでしょ。いや、なんすか今の。うん、これウィーンってなるんだよ。そういえばですけど、あのどこの党に所属されてるんでしたっけ。あ、私の党聞いてなかったんで、はい、あ、知らなかったか、そっか。私あの自由民主維新、ああ、国会希望維新民主民主民主。どこで出馬してるんですか。フジロックだったけどね、私。どういう字書くんですか。フジロック。ロックはもうカタカナだ。カジだからそのフジロックでしょ。それフジロックで人気を集めて、 それで今ね、その裏金とかなんか献金のなんかありますけど。ああ、すごいよねあれ。いやだからそのパーティーを開催してね、はい、もうキックバックもらっちゃってんの。キックバック、うん、要はパーティー券売ってそれで余ったやつキックバックっつってもらっちゃってんの。はいはい、まあ、でも私もすごくパーティーやってたからね。もうすごい菓子パーとかやってたからね。菓子パー。あ、そういうやつですか。そう、タコパーとかやってたから。家で家で。そう、友達呼んでね。いいですね。そう、関係ない。まあでも一番やったのは鍋パかな。いやいや、いいですよ。鍋パで、そう、すごい。キックバックは正直私ももらってたけど。キックバック何もらってたの。ダメですよね。あの鍋パでいっぱい買ってくるでしょ、みんな。豆腐とかネギとか、はい、余ったやつ私もらってたの。だしとかね、締めのうどんとかね。ありがたいけどね。それは本当、いつバレるかヒヤヒヤしてんだけどね、国民の人にね。いやいや、全然大丈夫だと思います。いつ突っ抜かれるか。まあなんかその、どんな生活されてんのかなっていうのがまず気になって。あ、まず、国会議員の生活って確かに、そうだね、知られてない部分が多いよね。あ、そうですね、うん、なんか例えばですけど、うん、簡単にその一日の流れ。まず朝起きて、街頭演説、朝立ちっていうんだけど。いや、本当本当に言うんだよ、朝立ち。そんな。いや本当なおじさんみたいな。いやいや本当に本当にあの朝立ちって言って駅に立ってあの挨拶するんだよ。みんなこんにちはこんにちはこんにちは、はいはい、でそっから国会に行くでしょ。あ、そっから行くんですか。そう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 、国会、じゃあそろそろ国会行こうかって言って行って、はい、でそっから寝るね、 2,3 時間ね。なんでどういうことですか。あの審議中に寝ちゃうの。最悪だよあれ。寝ちゃうんだよな。もう全然覚えてないの、私もいつも。なんかした方がいいっすよ、うん、対策。だからこうやってこうやってる人もいるし、すっごいもうなんか。みんな頑張ってんすか、あれ。ここにナイフ突き立ててる人もいるし、私もずっとね、金玉をクッとわしづかみしてるから、自分でもう寝ないように。ちょっといいっすか、ちょっと聞きたいことあって。なんだね。あの、国会議員の方って、うん、その、ぶっちゃけいくらぐらいもらってんすか。まあ普通に年収でいうと2000万超えちゃうよね。すげえな、うん、まあそれにいろいろ手当がつくから、文書通信交通滞在費とか。何ですかそれ。まあそういうのがあるんだよ、いろいろいろんなとこ行くでしょ、地方とか。まあそれが月100万円ぐらい出るから。それよくわかんないやつが、うん、あとあのお菓子費も出るし、デザート費も出るし。だからで一緒でしょそれ。ちょっとこれオフレコで聞きたいから聞くんですけど。なんだね。
うん、ぶっちゃけ裏金とかもらってないんすか？うん、裏金はもらってないんすか？うん。雨の音が何？え、あの、うん、給料いくらぐらいもらってるんですか？給料は2000万は超えてるね。あ、そうなんですね。裏金はちょっと記憶にございません。大手 の、 あのゼネコンの社長となんか会食をされたっていうのをちょっと伺ってるんですよね。その時にだから明らかにね、その記憶にございません。あの入る時持ってなかったバッグ持って出られてましたよね。あれ、え、行ったんですよね。会食自体は行ったのは行きました、ね、会食行って、うん、でなんかあの料理食べましたね。あの刺身があって、マグロ、タイ、ハマチの順番だったかな。それが3切れずつぐらい、はい、すごい結構ね、はい、絶品でね、うんうん、で裏金はもらったんですか？記憶にございます。記憶にございます。え、その刺身はマグロ、タイ、ハマチ。じゃあ演説行くか。え、ちょっと誕生日のやつでしょそれ。え、誕生日のやつじゃないですかそれ。ずっとやってんだよこれ。私ね、本当にこの日本を良くしたいなと思っておりまして、うん、で、あの本当に良くしたいんですよ。どれぐらい良くしたいかというと、ああ、もう本当にあの皆さんが度肝を抜くぐらい、そんなに良くなるんだ、日本こんな良くなるんだ、うん、それぐらい良くしたいなと私は思っておりまして、良くしたくないという人がいるならすいません、それは本当に私良くしたいんで。ちょっと、うん、だって良くないよりいい方がいいじゃないですか。シャンプーとリンスをね、え、分けて使う必要ってあるんですかっていうね。あれ、リンスインシャンプーっていう商品もあるじゃないですか。ああ、じゃあ全部リンスインシャンプーでいいじゃんっていう。いや、だからその思っちゃうんですよ。だからリンスインシャンプーに、ね、あの全部変えるような法律を作ります。え、あと、まあ、そんぐらいですかね。終わった。まあ、そん、終わるぞ。あとあの部屋が汚いのをやめたい。帰れ。ちょっと部屋が汚いんですよ。帰れもう。廊下の端とかにホコリが溜まって、端の方見えにくいんですよね。廊下とかあのなかなかこう電気つけないと家の廊下とか。つけて掃除しろ。あれをやめたい。あれをやめたい。あとなんだろうな。そんな時間ないのよ、選挙演説に。あとな、あためた。おお。じゃあの歌います。嘘でしょ。私は立候補する、次もその次も。ありがとうございます。今日の主役って何ですか？今日の主役、私あの今選挙活動しておりまして、うん、今日の主役さん、今日の主役さんです。頑張ってください。この日本を良くしたいなと。そうですね、よろしくお願いします。はい、あの本当に良くしたいなと思っておりますので。今私は今日の主役だから、なんか映画の主役さんだなって思います。主役は主役です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや本当にありがたいですね。いや、いい国民の方が、本当に、あの国民の方々に私も支えられてるなと実感しました。はい、今日の主役ということで、主役は皆さんです、ね、国民の皆さんです。主役はいいですか、一人一人が主役です、はい、脇役なんていないんです、はい、一人一人が主役。おいい、自分が主役だと思えば、お、演説っぽい。